聞いたら損する。ゲーム学生時代どれぐらいやってましたか？じゃあ僕から、うん、僕はね本当格ゲーをすごいやってたんですけど、ちょうどスト2が流行って、で 3D 格闘が出たぐらいの時代なんですよね。僕は高校生で、プレステ1、プレステ1です、はいはいはい、そうですそうです。でちょうど僕本当にすごい田舎なんですけど、前が、その近くのジャスコにゲームセンターが導入された時代で、そこでもう要は高校生ぐらいでもう行って遊びするんですけど、はいはいはい、もうね特定 の、 そのゲーム好きの、はいはい、格ゲー好きの友達と毎日そこに行って、はい、で夕方部活入ってなかったら夕方5時ぐらいから8時ぐらいまでずっと遊んでるみたいな。3時間と毎日。いくらぐらい使うんですか？でもね、お金そんなないからそんな使わないけど、うん、もうそこで情報交換とかもするわけ、見て、あ、強い人来たよみたいな感じで、こいつこのキャラ使うんだみたいな。そう、まあ、有名な強い人とかもいるわけですよね。そこの、まあ、ある意味ちょっと一種のコミュニティみたいなのが形成されてて、話はしないけど、あの人来たみたいなのをこう見て研究して、ああいうコンボがあるんだ、それ練習しようみたいな。ゲームから学ぶことありそうじゃないですか。あ、そういうね、コミュニケーションとか、あると思う、観察力とか、ただね、膨大な時間が必要だったそれを得るために、高校の時はその放課後3時間もあるし、大学生になったらね、学校行かずにゲームセンターに行ってたから、もうダメダメっぷりが出てた。8時間ぐらいやってたかもしれない本当に引きこもりのプロみたいな。引きこもりではないですね、出てるんだけどね、出てるんだけどね今だったら e スポーツの予備軍、そうだね、大会でも優勝した経験は、もしその時代にそれがあったら、もう本当ね、目指してたんじゃないですか。かもね、プロになろうかなみたいな。だけど、上には上がいるっていうのはものすごい分かってたから、もうね、自分もかけてる時間はあるけど、それ以上にかけてる人たちがもう山ほどいて、たまたま勝てただけで、その大会でも、はいはいはい、そこのトーナメントを見ると俺より強い人なんていくらでもいたっていうのは印象としてあります。で、当たりが良かったから勝てたみたいな。へー、すごいな。そういうなんか社会の縮図みたいなのがありましたねじゃあなんかそういうこうなんだろう、競争原理みたいなのを知るにはちょうどいい、ちょうどいいなのかどうかわからんけど学ぶことはできた、出る聞いたのか、あとはやっぱりその時代まだゲームセンターってそんな明るい場所じゃないんで、変な人に絡まれてカツアゲされるとかっていう経験もできる、大事だね、上下関係ができたりとか、望んでないのに、ゲーセン家になかったんですか？プレステでやんなかったんだ。プレステでもできるんですけど、それはやっぱり仲間内なんですよ、本当に同じ大学の友達とか地元の友達とかとやるだけで、自分の強さを確かめようと思ったら、やっぱり、強さを確かめに行く。その辺なんかアグレッシブな感じです、そうだね。だからそれで遠征して大阪行ったりとか、マジっすか、東京行ったりとかもしてた。マジっすか、遠征すげえな遠征もある。その金はバイトして作るの？バイトして作る夜行バスで行く。勝ちや、全然勝てる気しない。でビデオとかもね、俺の兄貴の方がもっとハマってて、その格ゲーに、三つ上の兄貴なんだけど、兄弟でハマってたんですね。兄弟ハマってた。俺の兄貴の方がすごくて、岡山の大学行ってたんだけど、岡山ってもうそのトップランカーみたいなのがいるの、全国の中で、そこで鍛えられてるから、もう俺の二段上ぐらいのレベルで、そういう人たちがやってるビデオとかを持って帰ってきて、これ見ろよって言って、二人で一緒に、すげえって思いながら、プレイ動画を、そう、見るんですか？ VHS みたいですね。すげえ。誰かが持ち込んでるんですよね、そこのそゲームセンターに出てるカメラ。それ今の話、ゲームの話じゃなくて、ボクシングの話にすり替えたとしても、成り立つでしょ。成り立つ。大体同じなんだよね、だから。使ってるものが違うだけで、成り立つ。そう。で、やっぱりその生み出される戦術みたいなのもどんどん新しくなっていって。戦術、こういう戦い方で生み出されて、もうなんか京都でめちゃくちゃ強いやつがいるらしいぞっていう噂がこう、インターネットを介してちょっと、届いたりして、それの動画をこうね、ビデオをまた取り寄せたりしてすげえ
地下な感じがすごい、本当すごいですね。なんかこんな人の話を聞いてゲームってなんで価値があると思うか、それともやっぱり価値がねえって思うか。いやここまで、うん、あの没入してたら、うん、もうちょっとそれはそれで清々しいですね。なんかね僕はこの話を聞いて感じたのは、うん、俺薄いなと思ったんですよね、うん、やっぱね、うん、そんなめちゃくちゃ外に出て何かをやってるわけでもないんで、うんうん、まあ、仲間内でウィニングイレブンやって友達呼んで、うんうん、それで戦っては、なんか目指したとかなかった。そうなかった、ね。普通の遊びとしての、うん、ゲームだったのしてのゲームに没入してしまってたっていうところでいくと広がりが全然ないので、あそこで見るともっとなんかなんだろう、うん、なんか定山泊みたいな。あでもそれはね、そういう時代だったっていうこともある。その格ゲーが出てきて、うん、あの、うん、聞いたことないかな、ブンブン丸とか池袋サラとかっていうその有名な人とか、新宿ジャッキーとかっていう人が出てきて。うん、なんかあのマニアックな、うん、あのゲーセンいて格ゲーするやつは、うん、あのこういうところに集まってやるんだっていう、なんかね、もうありますよね、そういう社会がねこれ形成されてたから俺も生きやすかったっていうのはありますよ。何言ってんだろうって思ってますよ。今それを気持ち悪いと思うんじゃない、うん、うん、なんだろうな、今けどすがすがしくすげえと思ってるぐらいですね、うん、逆に今の話を聞いて、うん、ゲームに対する印象が変わった、変わったというか、うんうん、あの集中するって大事だなって思いますね、感覚的に言うと没入するって、なんかね、うん、中途半端だから多分何も得てないんですよね、そこの達成感とかっていうのは、うんうん、コミュニティをあの作るためのものでしか僕はゲームを使ってなかったので、コミュニティをでもさ作るところは別に否定はできないじゃん、否定できないです、うんうんうん、なのでそこだけで止まってて、なんかその次にもっと上手くなろうとか、まあ、ありますけど、うんうんうん、まあ、そこでまあ世界に出てくるとか、うんうん、日本のトップランナーになろうっていう気持ちは全然持てなかったんで、うん、ちょっともったいないなとは思いましたね、うん、今ゲームで学んだこと生かされてますか。難しいこと言うね。だからこっちは、うん、なんていうの、上を目指した、うん、その学び、うん、でコミュニティとしての学び、うん、それぞれ社会に出て生かされたことあるのかないのか。あんまりないね。ないんだ。それで言うとないんだ。正直言うと、うん、まあでも、なんかね、何かを極めるっていうのって、うんうん、別に極めたつもりはないですよ、うんうん、何かを深掘りしていくやり方っていくつかあるんだろうなとは思うんですけど、はいはいはい、でも基本的に初めに知識がすごい重要だっていうのはその時に学びましたね、うんうん、おこれはなんかね、うん、いいんじゃないですか。有田と週刊プラスの最後に出てくる人生の学びみたいな感じで、うん、なんか結局そのゲームをやる時に、うんうん、そのゲームの構造を分かってないと駆け引きさえできないんですよ。だからそれを分かってる人と分かってない人で何分かってるの。すげえなと思って、そんなことまで考えたことねえなと思って。あの格ゲーって全部数学みたいなもんなんですよ。あの分かります。30フレームとか60フレームあ、はいはい、分かります、はいはい、あの 3D の格闘ゲームって1秒間に30回描写されるか60回描画されるかっていう違いがあって、今もうほとんど60なんだけど、そうすると60分の1で全てが決まるんですよ。うん、だからあのガードのタイミングが60分の1だったりするのね。でガードしたこれもこんな話していいのかな。今どうぞ。相手の攻撃をガードするでしょ、はいはい、で何をガードしたかにもよるんだけど、うんうん、ガードしあの相手の攻撃を、うん、相手も攻撃出した後への硬直があるんですよ、うん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 、攻撃を出して攻撃判定が消えてから5フレーム、まあ、フレームっていうんだけど、うんうん、あの無防備の状態になりますよ、うんうん、でガードした側もガードした後にそのフレーム何秒か発、うんうんうん、何フレームか発生するんですよ、うん、これの数よりは引き算で相手の硬直が5で、うん、こっちが3だったら2フレーム先に動けるんで、うんうん、そうすると2フレーム内で出せる攻撃を出したら当たるっていう、うん、これの繰り返しなんですよね全部。これって、うん、そのゲームを作るメーカーがそこまでもう計算して開発してる、うんうん、間違いなく計算してます。すごくないですか、うん、すごいですよ。だから格ゲー作ってるのめっちゃ、それでいていろんなキャラクターがいて、うんうん、これどっちにも引い出ないようなバランスを取るわけじゃないですか、うん、そう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 、すごいっすね、うん。だから格ゲーってバージョンが上がっていくのってよく言われるんですけど、うんうんうん、あれって全部その
途中でキャラクター同士のバランスを変えてるんですよね、こう直時間とかのバランスを変えて、強すぎるやつは弱体化させたり、弱いやつは上に上げたりみたいなので調整されてます。なんかめっちゃなんかソウル級のすごいゲーム格ゲーが上手い人とプレス、あとストリートファイター4をアーケード版でやったんですよ、うんうん、その街まで行ってね、ワンゲーム500円するのね、めっちゃ高と思って、なんかすごい機会なんですよ、なんか出たばっかりの時 で、池袋のそこにしかこの辺ではないんで、はい、連れてかってやったんですけど、何もできないの、で何もできないことが理解できない、うんうん、なんで俺やったぞ、今ボタン押したのにパンチが出ないみたいな感じで、うん、そうだよね、でも簡単に負けるじゃないですか、うん、で500円失ってるじゃないですか、うん、二度とやるかですよね、そうですよね、うんうん、それはもうね、うん、構造を理解してるかどうかの違いなんですよってことですね、うんうん、っていうことから何を学んだんだ、うん、だから知識は大事、初めはすごい知識をその学ぶことは重要、うん、何かをやるときに、うんうん、それは多少辛いんですよね、やっぱり、うんうん、言ったら本読むんですもん、まあ、そう攻略本をね、勉強する、これは何フレームだっていうのを全部覚えるわけ、技を出すの覚えるんじゃないよ、それが何フレームなのかを覚えるすげえな、うん、っていうのが必要なんだっていうことを学べたっていうのはありますねでもそれを覚えてもやっぱりね、全然この格差っていうのはすごいっていう、ね、その手法で働いたらめっちゃいいんじゃないですか、うん、社長がこう言ったら3フレーム後に反撃できるとか、それ難しいのよね数学じゃないからか、違うのよね、フレームが違うのよ毎回伝説の試合、うん、村田じゃなくて、なくてもいいか、今までの、うん、もうあそのボクシングの中で小西ベストバウンド、あーなるほどね、うん、でもすごいもう見やすいやつとしてはあれです、もう名前が出てこないよマーク堀越対高橋直人、これもすごい有名な、うん、あの1900何年ぐらいなんですか、ね、これ80年代後半かな、90年代になってないはず、これどういうあの戦いかというと、うん、日本タイトルマッチなんですよ、はいはいはい、はい、で、ま、あの高橋直人っていう天才的なカウンターパンチャーがいて、うん、何級ですか、ね、確かあのバンタムとか、はいはいはい、スーパーバンタムとかそのあたりぐらいですね、はいはい、でこの人が一回世界挑戦するための、試合に負けて、うん、試合、そういえば世界挑戦の前の試合に負けて、うん、で階級を1階級上げて、うん、日本タイトルに挑戦した時に、うん、そのマーク堀越っていうあの、米軍 の、 あのボクサーなんですけど、うん、だからあの黒人なんですよ、黒人、うん、すごい強打者って言われてる人と、一応日本国籍、日本国籍なのかな、うん、ちょっとそこはちょっと分かんないんですけど、でその人と戦ったっていうのが、うん、もうあの倒し倒されの伝説の試合になったんですよね、うん、でこれがなんで、すごい有名かっていうと、うん、宮田わかります、あのボクシング、はじめの一歩の宮田のボクス、あのモデルになったのがその高橋直人なんですよ、うんうん、でも本当に、危険なぐらいカウンターにかけてるんで、はいはいはい、でしかも打たれ弱いんで怖いっすね、うんうん、で結構強気なんで、はい、打ちに行くんですよね、ほうほうほう、打ち合いになるんですよ、はい、でその中でカウンター取ろうと、すごい勝負師ですね、そうそうそう、だから言ったらパンチャーと当たると倒される可能性もすごいあって、うん、でその試合はもうね6ラウンドぐらいまでか7ラウンドぐらいまでなんですけど、もうこっちが倒される、こっちが倒される、もうフラフラじゃん、もう無理、でもカウンターでボーンみたいなボクシングって基本的なところなんですけど、うん、1ラウンド3回倒されたら終わり、それはね団体のルールによります。あ、フリーノックダウン制もあります。じゃあその時はフリーノックダウン制、うん、何回倒れたっていい、確か日本タイトルは、これ日本タイトルの争われたんですけど、あのフリーノックダウンの制、うんうん、制でだったと思います。で1ラウンドに3回倒れるっていうのがそれなんですけど、はい、だから倒し倒されっていうのは、はい、言ったら、2ラウンドぐらいでバーン、あのその強打者のチャンピオンに、はい、その高橋直人が倒されるとするじゃないですか、はい、これ話は僕もうろ覚えなんでちょっと変わってるかもしれないですけど
でそしたらもうフラフラのままこうコーナーに戻っていくわけですよ。大丈夫かと、もうやばいじゃんって思ってるんですけど、次のラウンドになったらカウンターでボコーンってやって相手もフラフラになるみたいな。だから2人ともフラフラの状態だから、フラフラの長持ちしてるっすね。長持ちする。でもそれがもうシーソーゲームでガンガンあって、で最後の最後もまたカウンターで倒すんですけど、はい、最後のシーンがね、あのいいとこ取ろうとしすぎたんでしょうね、はい、ぐわーって寄った時に高橋尚人がノーガードになってこうやってフフって相手を誘うシーンで、次の瞬間もう相手が倒れてるんですよ。アップにしすぎて見えなくなっちゃう。そう、あのここら辺までアップになって相手が打ってくるとこ見えないんですよ。一人だけ抜いちゃったんでカメラが、そしたらチャンピオンがこうノーガードやってる、フラフラってやってるからバーって打ちに行ったところに右のカウンターバーン合わせたんで、もう一気にあの画面転換してチャンピオンフラフラになってるっていう。2日目どうなってるんですか。いや2日目なかったんでしょうね、多分あの日本タイトルとかなんで。あ、まあまあそうですよね、うん、っていうのが、これはもうあのボクシングファンの中ではもう超有名な、今でも多分 YouTube とか検索して、その天才、高橋直人は世界に挑戦したんですか、うん、その後ね、できずに終わってしまうんですよね。まあ要は悲劇のボクサーってよく言われるんですけど、パンチドランカーになってしまって、あら、で高橋直人自身がそのナンバーっていう雑誌あるじゃないですか、はいはいはい、あれに、はい、あの自分の体験談を小説にして、連載、うん、連載してこれ賞を取るんですよ。ほう、連載じゃなくてあのなんか短編として出して、でそれが自分がパンチドランカーに侵されていく過程が書いてて、その自分が例えば靴箱に靴を直したの記憶がなくて、靴探したら実はもうあったとかっていうのを何度も繰り返して、泣くシーンとかも自分で回想して書いてて、これはすごいんでぜひ読んでもらいたい。これあれですか、あんなに挑戦的にカウンター求めに行かなければよかったとかっていうのはね、あるのかもしれない。うん、本当ね、なんか他の試合も倒し倒されなんですよね。その結局もうそういうスタイルのボクサーってことですか。そうなんです。なんかイメージ、カウンター好きな、うん、あのボクサーのイメージって避けるのもうまいっていうイメージがあるんですけど、そういうわけではないですか。避けるのもうまいんだけど、やっぱリスクが高いんだよね。あ、やっぱそれでも当たる可能性はある。そうそう、これがすごい、もっと完成って言ったらおかしいけど、あのレベルが高い人とかになると、うん、言ったらあのフェイントで誘ってカウンターを取るとかね、もちろんやってたんだろうけど、はいはいはい、うん、でもやっぱりもらうのも多くて打たれ弱いっていうのもあったから、なんかカウンターの人のイメージは、うん、もう後半のラウンドで生きてくるような、前半のラウンドって相手が元気だから、うんうんうん、そのフラフラになってきたところで仕留めるみたいな、なんかそんなイメージありますけどね。あ、決してでもそうではないかもしれないですね。でもむしろあの初めの一歩の描写でもあったと思うんですけど、相手のタイミングだったり相手の癖みたいなのを見抜いた後にカウンターを取るっていうのはあるんで、それでちょっと時間かけて観察してるんだ。そう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 、そういうのは序盤はカウンターパンチャーの人は多いかもしれないですね。この試合はね、すごいいい試合だし、その高橋尚人の小説、今はこの人はもうトレーナーになってるんですよね。であの今まだやってるか分かんないけど、あの初めの一本の なんとかジョージ、なんとかジョージ、高橋ジョージ作者ですか。作者のがジム持ってるんですよ、 JB スポーツジムって。もうこれまだあるかどうか分かんないですよ。そこのトレーナーとしてやってました。へえ、うんうん、大好きなんですね。大好きなんです、うん、っていうのもあるし、ちょっとじゃあ違う切り口のやついきましょうか、うん、アメリカの方での、アメリカというか、まあ、本場の方での伝説の試合でいうと、うん、何がいいかな。マイク・タイソンがいいです。マイク・タイソンがいいの。ごめん、俺マイク・タイソンよくわかんないんだ。じゃあジョージ・フォアマンがいいな。ジョージ・フォアマン、ジョージ・フォアマンの試合はやっぱ金シャサの奇跡じゃないですか。あ、やっぱそう。見たことあります、ね、あります、あります。 あれはもうやっぱすごいですよね。すごいですよね、うん、でも金あなんかアメリカのボクサーの試合って、うん、みんなでかいじゃないですか。でかい。だからなんかこう派手なんだけど、戦略とかやっぱあるんですか、ああいう人たちの戦いって。アリがこう、うん、あんなに動き回るのって、うん、こうあのクラスの人たちに当時なかった発想なんですよね、うんうん、そうですそうです。で今は結構でかい人たちも戦略的にじゃないけど、動いていく感じ。もう今はテクニックもないとやっぱ勝てないですよね。だからヘビー級でもやっぱりアウトボクシングに近いような戦い方する人もいますし、うんうん、そうだな。あ、じゃあ、うん、あれ
ロッキーの試合あロッキーの試合、ロッキー見たことあります？ロッキーあります。ロッキーの試合ってロッキープロレスみたいに映画ですよね。映画プロレスみたいにあの向こうのパンチが飛んできたら、うん、結構受けてる。受ける受ける。でももう、うん、割とクリーンヒット、ね、ボインボインみたいなやつですよね。もうロープにグワングワンされてるけど立ち上がっていくじゃないですか。うんうんうん、あれどう思います？死んじゃうと思います。ロッキーがパンチとなんかなんのしょうがないよね。しょうがないよね、あれは。あれは打たせすぎでしょう。ロッキーもいろんなこの辺だから俺はまだやれるんだ。でもロッキーはこれあのロッキーの映画としての良さは多分ねボクシングシーンじゃないんですよね。ボクシングシーンじゃないですね、うんうん、あれあねシルベスター・スタローンの人生と同じなんですよね、うんうん、脚本を書いて、その映画配給会社とかに持っていったらもう全然みんな断って、うん、でこうもともとシルベスター・スタローンってもうその映画を自分で撮るために脚本家になって映画を撮るためにポルノ男優だったの。お金稼いで、うん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 、でそれでこうどこも断られるからもうしょうがないから自分で撮るんだって時にどこだったかが、なんかあの有名なアラン・ドロンみたいな人を主役にするんだったらいいよってなったけど、うんうんうん、もうそんなダメだと俺が出るんだっつって、うん自主制作みたいな感じで作る、そしたらそれがだからお金がないから有名な、うん、あのフィラデルフィア の, あの路上を走って子供たちがなんか集まってくるシーンね有名なあのリンゴを投げてこう取って走るっていうシーンは、うん、あれみんな映画の撮影だと思ってないの、うん、あ、うん、じゃあリアルに追ってきてるってことですか。リンゴもリアルにあの街の人がくれてるすごい、すごい、だからあんなにいいシーンなのね。いいシーンだでそれでこう上にだってわーってやるシーンとかもあの卵生卵5個からのシーンとかも体張ってやるんだけど、でそれでこうあのイタリアから来た、うん、あのカマセイヌなの、うんイタリアの種馬って言われてるんですよね。アポロっていう黒人が、こうもうチャンピオンで強くて相手がいなくなっちゃったから、うん、なんかこうもっと小的なやつをやりたいんだっつって指名したのがロッキー で,、うん、でロッキーはもう全然三流ボクサーで、うん、全然もうパッとしない、もう人生 も, もう裕福でもないっていう男が、うん、じゃあこの試合にかけるぜっつってこう頑張って鍛えて、うん、でその試合に臨んでめちゃめちゃいい試合やるっていう、うんうんうん、まあオチは言わないけどエイドリアンですよ。そうそうそうこれ本当出てくるキャラクターその、ロッキーもいるし、うん、ロッキーのエイドリアン、うん、そのエイドリアンのお兄ちゃんもね、お兄ちゃん、うん、であとあのトレーナーとかもいるんだけど、はい、まあ普通ボクシングとかで言うと、うん、なんかすごいトレーナーが出てきたりとかするじゃないですか、はいはい、でもねみんな不完全な人間なんですよ。なるほど。そう。で、不完全ですね。ね、その、うん、まあ言ったら可愛いとは言えない妹に、でもロッキーはね、すごいこう、なんかね、アプローチするの。純粋な、なんかね、純粋な痛々しいの、ちょっと。本当。滑ってるわけ。そう、滑ってるわけ。でもね、負けじとやって、うん、でもそれが実ってやったら、今度はお兄ちゃんが、お兄ちゃんが消しかけたはずなのに、うん、その妹と付き合えて。この二人が幸せになると、お兄ちゃんがね、疎外感を感じて、邪魔しようとして 喧嘩になるとかでロッキーはちなみにあの借金の取り立ての仕事してるあそうだね、そうだね。でそれをお兄ちゃんにこの仕事を譲る通貨水が譲るんでいくっていう、うん、でトレーナーのねおじいちゃんもおじいちゃんはいいやつだし初めねロッキーのこと見向きもしないの、うん、お前なんかもうダメだって言って、でもその試合が決まったら途端に、うんうんあの声かけるわけよロッキーに。でもそれでロッキーがすごい怒るシーンがあって、うん、そうそうそう今までなんか泣けるんですよね。あそこがすごい、もうだから映画として素晴らしいです、ね、素晴らしい、うん、でちなみにロッキーシリーズはマジ素晴らしいの で,、うんうん、で今クリードってクリードねもう素晴らしいのでマジ見てほしい。息子のターンですかあれって。あそうそうそう、でアポロの息子、アポロの息 子, の息子、ね、あいいですねその視点。なんか姿勢児というか隠し子ですよね。で、クリード2はそのアポロを倒した何でしたっけ名前忘れたけど、ドラゴ、ドラゴ、ドラゴの息子とアポロの息子戦うっていう。ドラゴがそのアポロを殺したんですよね、試合で。試合で、試合で。でちなみにドラゴはロシアでもうマシンのように作られたボクサー、うん、科学的に作られたあのね練習シーンの対比があるんだけどその時ロッキーはあの冬の山小屋でそう丸太をこうやって背負ってアポロはすごい完全な設備のところで一生懸命ガシャンガシャンって機械でやってる、ね、科学者が周りにいてこういうなんかこういうのつけてこうグラッパラバッキの最初のやつで、でもロッキーは丸太でこうやってやってるっていうあれすごいそこの対比がね描かれるっていうこれは本当いい映画なんですよね。いい映画ですね、うんうん、ロッキーファイナルとか、まあ、ファイブガイナルとちょっと惰性な映画の作り方してるところあるけど、うんうん、ロッキーの
初めのうちのね、なんかこう、うん、あのなんだろう、イタリア料理店をやるとか、なんかそういうちょっと重要なシーン、重要なプロセスがあるので見てほしい、うん、なるほどね。ロッキーは見てほしい。ロッキーはすごいいいんですよね。ボクシングファンじゃなくても見てほしい。ボクシング好きなんでやっぱ見ちゃうんですか、そういう映画とかは。昔はそのどっちかというとボクシング好きな時はロッキーのボクシングシーンってどうなのって思ってたから乗れてなかったんだよね、うん、あ、なるほど。そう、あれは本当にボクシングの試合かっていう感じですね。そう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 、もうガードしようっていうのがあるんだよね。そう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 、だからあれだったけど、うん、全部クリーンヒットするね。なんかね、本当なんでしょうねあれあれはあれで見た方がいい試合。確かに普通に見れない、うん。ロッキーを見ろという、うん、ロッキーはじゃあ見ます。いやロッキー見て多分、ね、見てはいるんですよ、うん、けどちゃんとやっぱ内容を覚えてないんで。覚えてないでしょ。これを機にね、もう一回すり直すのは、うん、大人になってから見るとまた感じるとか染みる、染みる、ね。